警備員、警備員とは、講義では、警備に従事する労働者及びそのような職業を指す。日本では、ガードマン、和製英語と呼ばれることもある。英語としては、セキュリティガード、ワチマン、ガードなどが用いられる。世界各国に存在する職業であるが、職務内容や転居となる法令、職業、産業としての位置づけなどは、国や時代によって大きく異なる。 本項目においては突起なき限り2019年現在の日本の警備業法に基づく日本国内の警備員について記述する。警備員は警備業法第2条4号で警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものと定義されている。警備員は民間企業の従業員たる詩人で警察官など公務員と異なり特別な権限を 一切許さない。そこから当然に、職務質問、またはそれに類する行為、検問、現行犯以外の逮捕、取り調べなどの行為は、職法となり得る。職務の性質上、事件、事故、強盗、火災、交通事故など、遭遇機会が多く、緊急事態対処防犯装備の取り扱い、誤診術、消火器の使用、避難誘導、負傷者や、 急病人に対する応急手当、事件、事故の現場保存など、多岐の知識や遂行能力が期待される。2009年、平成21年12月末時点で、警備業者は8998社、警備員数は上勤と非常勤合算で54万554人で、ある。総数に、中央省庁や地方公共団体などの政府機関、ライフライン関係施設、 原子力発電所、空港など、重要施設の警備受け業者も含む。日本では何人も、警備業務について労働者派遣事業を行っては、ならないこととなっている。労働者派遣事業の適正な運営の確保及び、派遣労働者の保護等に関する法律第4条。警備員は、下記の結核自由に該当しなければ、法定の公衆事項後に就業が可能で、 現場で勤務する警備員を正社員ではなく、準社員やアルバイトとして採用する会社も存在する。警備業法第14条により、下記のいずれかに該当する者は、警備業務を担えない。警備業者は、事故の雇用する警備員に対し、警備業務を行うにあたって必要な知識、技能の教育や訓練を行わなければならない。信任教育や、 現任教育などと称される。新任教育は新たに採用された警備員の全員が基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上、合計30時間以上の受講を義務付けられた法定研修で終了がなければ勤務につけない。内容は法令、定例などの例式、更新や掛け足、誘導棒による指示など、他者で 最近3年間内に通算1年以上の警備員としての実務経験があるもの、または警備業務検定、警備員指導教育責任者などの資格所有者、元警察官は科目単位で免除措置がある。現任教育は半期に一度、基本教育3時間以上、業務別教育5時間以上の計8時間以上の受講が義務だが、新任教育同様に、 資格所有者は減免措置がある。警備業法第2条の条文は以下の業務を警備業務としており、警備業界で条文の各番号順に1号業務4号業務と称される。何ら特別に権限を与えられているものでない。同法15条。機械装置を用いる警備は機械警備と称し、1号業務に分類する。警備員は 民間企業の従業員たる一般市人で契約者などの施設管理者が本来有する施設管理権に基づき施設管理行為の治安一業務を代行するもので法律により特別な権限は付与されていない警備業法第15条は以下に規定し警備員は業務遂行に当たりながら特別な権限を有さない実務で以下の制限がある警備員は 制服の着用義務はなく、私服でも勤務可能である。実際は万引きの保安警官や身辺警護などの他は、警備員が制服を着用することで、警備警戒の辞位による犯罪抑止や制服で所属を示す身分証明機能、関係者と識別などの理由がある。警備員が警備業務にあたり、制服を着用する場合は、色彩、形式、 表彰、ワッペンなどにより、警察官及び、会場保安官と明確に識別できるものでなくては、ならないとされている。警備員と警察官や会場保安官の5人、民間企業従業員の警備員による、警備業務と、警察官などの行政警察活動の5人、警備員の特別権限錯誤、などを防ぐ目的がある。警備員の制服は、多くの場合、 検証付きで両胸にポケットがあるシャツ、主に夏服、または検証付きの両胸、両脇にポケットのあるシングルジャケット、主に冬服で、左胸と左上腕部に所属会社のワッペンをつけ、右肩からは警笛をつないだ、モール、または鎖を釣り、装備品を下げた帯革、ベルトをジャケットの上から締めるというスタイル、日本の警察官の旧型性、または、 一般的な軍服のスタイルに似た形式である。警察官や海上保安官と混同されない限り、スタイルは自由であるが、多くの警備会社がこのスタイルの制服を使用している。もちろん、ダブルのブレザー型やブルゾン型、ワッペンの位置が警察官と同様の右上腕部、さらにはアメリカンポリス風など、全く独自のデザインの制服を用いている、警備会社も存在する。 警察や軍隊の階級を模倣した階級制度を制定している警備会社もあり、制服に階級賞を着用していることもある。これには以下のような理由が考えられる。個人用具は警戒棒を携帯している程度である。なお、国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では、たとえ第三者の護衛であれども、催涙スプレー、 スタンガンなどの形態は認められていない。また、護身用具の形態は、禁止の例外であって、特別に許可されているものではないことに注意が必要である。さらには、護身用具の形態自体も、都道府県公安委員会規則により、警備業務の種類や時間帯などによっては、禁止や制限がされている場合がある。ただし、強盗などによる、警備員の死傷事故も現実に、 複数発生していることから治安情勢を鑑み、最近においては警備員の携帯できる護身用具の基準が条件付きながらも従来より緩和された。具体的には従来の警戒棒に加えて対刃物用のツバツ警戒棒、警戒杖、さサスマタ、及び非金属製、実際はほとんどポリカーボネート製の盾、ライオットシールドの形態が認めれるようになった。 これ以外にもボディアーマー、防塵ベスト、ヘルメットなどの防具を着用している例も多い。これら防具の着用に関しては、法律や関連規則などに明文規定がないが、攻撃的用具ではないので、実質上問題ないとみなされているようであり、特に3号業務や機械警備の緊急対象を行う警備員によく見られるスタイルである。警察の逮捕実共犯をもとにした。 ご神術共犯があり、指導教育がなされているが、これを活用できるのは正当防衛に該当する場合だけである。このご神術共犯では、一応のところ攻撃、制圧義も制定されてはいるが、重点は防御、離脱義に置かれている。この共犯は警備業界全般で広く使用されているが、総合警備保障の総計ご神術のように自社で、独自に、 護身術体系を考案し、教育訓練を行っている警備会社も存在する。また、最近では、全国警備業協会も、前述の警察の逮捕術共犯をもとにした、護身術と全く別系統の防御、離脱技を最重視した、独自の護身術を考案し、普及を図っている。警備業務及び警備員の資質向上のために、以下のような国家資格が定められている。 詳細については、各項目を参照のこと。連邦国家という国の構成から、警備業務に関する規定は、各州、ほぼ独立した特別自治体の各関連法によって、定められており、州によって、非常に差がある。一般的には、セキュリティ、セキュリティ、ガード、ガード、セキュリティオフィサー、セキュリティガードなどと、地域や個人によって様々な、 呼ばれ方をするが、その故障によって、権利、資格が違うことはない。ロスプリベンション、クロースプロテクション、ボディガード、クラブバウンサーなど、業務内容によって、特別な故障で呼ばれる場合もあるが、これらも、同様に、セキュリティ業務の従事者であり、呼び名の違いは、慣習的なものでしかない。なお、日本で呼ばれる万引き、G メンの G は、ガードマンの G で、 本来の G 面の G は連邦政府特別司法警察官を指すガバメント政府の G であるから民間警備員を G 面と呼ぶのは御用もしくは和製英語である。各州法により私有地内では警察と同等の権利を有する州もあり逆に警備業務を州が一切管理していない州もある。なお警報や同行法同様に連邦全体に共通する。 連邦警備業務法のような規定は存在しない。平均的な州では、専門の局により、警備業務の免許、登録などを認定、管理しており、カリフォルニア州の場合だと消費者庁参加の警備、探偵局が、警備業務免許、警備員資格登録、警備指導員、専学校、トレーニングセンターなどの免許の交付や管理をしている。基本的にはの3種に分けられ、 カリフォルニアの例では、警備会社は警備員を、正社員、警備、探偵局の定義では、給与から税金の厳選徴収を行う雇用形態。勤務日数や勤務時間は、不問として雇用することが義務付けられており、日雇いやフリーランスなど税金を自己申告する雇用形態は、個々の警備員が、業務免許なしで、警備業務、受け負いを凍ていると認識されて、 違法行為にあたる。警備員有資格者は、警備会社に、正社員として雇用されるか、非警備業務の私企業で、警備業務担当者として、正社員で雇用されること、公実が認められている。企業内警備員、プリプライアテリセキュリティオフィサー、フソは、大手の病院やホテル、工場などの企業内警備部社員としてよく見かけられる。企業内警備専従部は、 同一企業内の警備を行うことが条件であり、同一経営者でも、警備部を別法人グループ会社として独立させると、第三者の依頼で、他社、他社の警備業務を行うとみなされ、警備業務免許の取得義務が生じる。不企業内警備社員は、複数の企業の専従警備員として雇用されることは、認められていない。複数の企業の専従警備員として雇用されると、警備業務の 受け負い、用業務免許とみなされる。なお、現金輸送業務や葬儀車列の交通規制、制服の有資格者が警告と付きオートバイで並走し、行道や各交差点などにおいて車列の優先走行を保つために、信号や一時停止などを規制するは、警備業務法の範囲外、警備業務とは別項目の規定と管理となっているが、特に現金輸送業務などは、企業が、 警備業務免許も有する場合が多い。武器携形態の許可も各州の規定で大きな差があり、うん、アームドガードとアームドガードで免許そのものが違う州もあり、カリフォルニア州のように警備員資格、基本免許40時間講習毎年8時間最高、2、銃器免許、16時間講習毎年4回の実に、警防免許、8時間講習更新不要。 化学薬品武器、ペッパースプレー4時間講習更新不要などと、基本免許に付随資格を足していく形態もある。銃器の携帯許可は、州によって、リボルバーのみ、9mm のみ、認定を受ければ、どの光景でも、かなどと州による違いは大きい。カリフォルニア州では、各口径ごとに認定を受け、携帯許可証に明記される。銃器を含む武器の携帯は、 勤務中もしくは勤務の延長に限られ、休憩時間や通勤時は勤務の延長に定義されるが、通勤途中に使用で、コンビニやレストランなどに立ち寄る場合の規定が明記されていない、州と住居から直接職場へ向かう場合のみ、使用の立ち寄り負荷と明記されている州がある。休憩時の食事などは勤務中とみなされる。現在のところはほぼ全ての州において、 スタンガンやテーザー銃に対しての携帯規制はない、許可申請、携帯免許なく携帯できる。しかし他のすべての武器同様に、使用者には過剰防衛、障害などのリスクが伴う。州法や市条例などで、地元警察と全く違う色、デザインを義務付ける場合や、特に規定のない州もあり、州による差が大きい。カリフォルニアの規定では、武器携帯時のみ、 制服着用の義務があり、武器を携帯していない場合は、制服の着用義務はない。バッジ、襟椒ではなく、胸につけるバッジやバッジ、制服の上腕に抜いている布製も、州警備、探偵局が、個々の企業に認定許可を出したデザインのみが、着用許可される。多くの州では、警報に、警察官殺傷罪があっても、警備員殺傷罪はない。 ただし、警備員資格を持たない者が理由なく、警備員の制服を着用し、バッジを付けた場合、その目的から警察官殺傷罪で摘発されることがあり、実際に摘発されたケースもいくつかある。これは、アメリカの場合、デザイン上の文字が、ポリス、シェリフであるか、セキュリティ、グデス、プロテクトなどであるかの査定度しかないため、 カリフォルニア州の有資格警備員は法的権利上において一般市民となんだ違いはない。ただし、警備員資格を持っていれば武器形態の免許も申請できる。一般市民の武器形態は不可。他州も同様であるが、一般市民としての銃器形態免許を所持していても、警備業務中に銃器を携帯する場合は、担当局交付の警備員銃器形態免許を所持することが、 義務付けられている警察官の5人逮捕の面積は刑法によって保護されているが、警備員が5人逮捕した場合は、民事、刑事、不法逮捕監禁罪への面積はなく、5人逮捕した相手から訴追される可能性がある。また、警察官の逮捕に対して抵抗すると刑法上の逮捕抵抗罪という罪が加算されるが、 警備員、一般市民の逮捕に対して抵抗しても何ら罪にはならない。逃走した者を追跡する場合や武器使用にも大きな制限がある。なお、州によっては、私有地内では警察官と同等の権利を持つ州もあり、民間警備員と公警察の中間の権利を有する資格を定める警備法を持つ州もある。詳細は、アメリカ合衆国の警察、 特別な法執行機関を参照。カリフォルニアにおいては、州立大学や教育委員会、高校通局などは独自の警察を有するが、私企業はあくまで民間警備会社であるので、私学、私企業がポリスの名を使うことは許可されない。練習台の有志アレイはキャンパス内に、各市警などと同等の警察権を持つ、州警察の有志アレイポリスがあり、 私学の USC の警備部はあくまで企業内、警備部としての権限しか持たず、ポリスの名称を使うことも禁止されている。ロス市教委の高校は、スクールポリスが巡回し、私学の高校や中学は独自の警備部か、外部契約の民間警備会社。公共機関や警察が、自身の建物や駐車場、受付業務などを民間警備会社に委託するケースも多いが、 委託主が警察や司法局、裁判所であっても、あくまでも民会警備会社、民間警備員としてのし、権利しか許さない。護身用具、事実上の武器の所持、携帯の制限は日本以上に厳しく、現金輸送に従事するものでも丸腰である。警備員が許可証を取れば、護身用として銃の携行ができるが、それは、 新編警護などを行うものに限られており、実際に所持しているのは6%である。普通の警備員は武器の使用許可は厳しい。日本でいうところの1号業務、3号業務、4号業務を行うものであり、2号業務を行うものは警備員ではない。現代の傭兵集団といわれる海外の民間軍事会社、PMC は警備会社、その社員、傭兵のことを 武装警備員と交渉、活動することが多い。NHK も民間の警備会社や警備員といったわけを採用している。その多くは名目通り、治安が不安定な地域で、鉱山などの重要施設、軍などの広報施設、自民の警備などを行う。しかし、雇い主の意向次第では、クーデターなどの騒乱を起こしたり、正規軍のような積極的な戦闘に加わったりする。 ことも稀ではない。2009年8月にはイラクで、中央情報局、CIA と契約、中央情報局が活動として行うべき、秘密任務を業務として受けていたことが発覚した。以上すべて、社団法人全国警備業協会発行。上記の参考資料、関連文献は一部の例外を除き、警備業者や警備員でないものでも、 各都道府県の警備業協会で購入することができる。特に関係法令や関連書規則などは改正などが行われることがあるので参考にする際には最新の版を参照するのが適切である。同じ署名の本でも版ごとに記述や内容が異なっている場合がある。なお、上記の参考資料、関連文献は業界団体が業界内部向けに出版している書籍であるという。 特性上、一般書店では入手できず、国立国会図書館にも収蔵されていないものがほとんどである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。